どうも、オナです。私はですね、今このゼンティスホテルの前にですね、来ております。こちらね、大阪に2020年にオープンしたばかりのホテルでございます。それゼンティスというとですね、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれないんですけども、パレスホテル、東京にありますけれども、そちらのね、系列ホテルでございます。なのでね、かなりこだわりのあるですね、ホテルになっているとは思いますけども、今回ですね、ちょっと宿泊という形ではなくてですね、こちらのゼンティスホテル、海外のなんかこうアパートみたいな感じがなんかしますね。アフタヌーンティーをですね、ちょっとね、いただきに来ました。家族でね、今の時期ですとこうストロベリーフェアということですね、いろいろなホテルがですね、そういったことをですね、やってると思うんですけど、正直東京の方がレベルは高いと思います。ただここのね、ゼンティスホテルもね、できたばかりということで、かつミシュランのこう一つ星をですね、レストランがやられている方のですね、こう監視のもとですね、やられているということで、写真を見た感じだとすごい良さそうな感じだったんでね、他にもセントレジスとかなんかウエスティンとかもやってたりするんですけど、ちょっとこちらをですね、チョイスさせていただきました。予約もしておりますので、中の方に入ってですね、アフタヌーンティーをですね、家族と一緒にですね、楽しんでいきたいと思っております。娘は爆睡状態でございますね。少し時間を置いていただいて、緑のマップ点灯する。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2階でございます。親切な感じでいい感じのホテルですね。このアップステアーズというところでございます。結構人いらっしゃいますね。ご来店いただきました。ありがとうございます。お子ちゃんのメニューがちょっとコロナウイルスの影響でスマートフォンを。もう早速アフタヌーンティーが開始ということで2時間制みたいですね。でこれでメニュー読み取ってっていう感じで結構外資系とかで、そういったことをやってたりするんですけど、パレスホテルは外資系と思ったら意外と日本系列、東京が本社あるところですね。紅茶も飲み放題ということで、いつもはコーヒーね、頼むこと多いんですけれども、紅茶にしてみました。スペシャルティーというので、おすすめということでございました。食器とかも結構こだわりがあるような感じがして、砂糖もいいやつ、砂糖ね、良さそうな感じがしますね。横の人と距離が近いっていうところはね、ありますけど、天井も高くていい感じです。外の席も良さそうですけど、ちょっと冬ということもありましたので、今回は中にさせていただきました。やってました。やっぱすごいですね。結構ほらもういちごいちごいちごで、ここのパンまでいちごですからね。すごい。ダイエット中ではあるんですけれども、ほとんどいちごということで大丈夫でしょうか。大丈夫なのかな。でも気にせず今日は食べましょう。いただきますか。スムージーも出てきました。いちごのサンドイッチから。すごいな、いちごサンドイッチ。どう、不思議味？妻はちょっとあれですね、苦手というふうに言ってるんですけど、どうでしょうか。僕は好きですけどね、いい感じだと思います。好きな風に食べていいということだったんですけど、多分下から食べていくのがいいと思うんで、そういう風にしましょう。いただきます。下に人参がある。よし、金箔もちょっと乗ってるね。いただきます。間違いないです。すごい、これ梅干しみたいな感じですか。あんまイチゴの味はしないですね。ミシュランの一つ星の人は監修してるだけあって、あんまり見ないようなものもたくさん出てきますね。ピンクローズと、あとオリエンタルバカンスいただきますか。はい、ます。じゃあマカロンいきましょう。似合わないけど、アフタヌーンティーといえばね、やっぱりイギリスを思い出しますけど、マカロンはパリを思い出しますね。最近は日本でもね、マックカフェとかでもマカロン売ってたりしますけど、やっぱりでもストロベリーはマカロンの中でも美味しいですね。ホワイトチョコとかかってるの美味しい。こ
これうまいわ。ちょっとテロップで分かったら入れておきますけど、今はごめんなさい、ちょっとよく分かってないです。でも全部美味しいのは間違いないと思うんで、ちょっと聞かせていただきます。花が乗ってたりとか、これもチョコで美味しいです。これオリエンタルバカンスというやつですね。個人的には最初スペシャルティーの方が合うかな。こっちはちょっと甘すぎるんで、どんどん行きましょう。じゃあちなみに今回のまあお値段なんですけど、6000円ぐらい1人なので1万2000円ぐらいですね。決して安いとかそういったのはないんですけども、それなりに、ね、いい食材が使われてて、冬のイチゴをですね一番満喫できるところなんじゃないかなと思いましたけど、間違いないと思います。ぜひなんか他のところ行かれた方は、このホテルはすごかったよとか、ね、そういったのあれば教えていただきたいですけども、今年は難しいかもしれないですけど、来年ぐらいは訪れたいなと思いますので、よかったら教えてくださいませ。もちろんこのホテル泊まることもできるんですけども、アフタヌーンティーとデイユースのセットみたいな、そういったものあって、プラスもう6000円ぐらい払えばですね、まあ日中中は滞在できるみたいな、それでまあ午後にアフタヌーンティー食べるみたいな、ね、そういったのもあったりするので、それはすごいお得感っていいなっていうふうに思いました。これで1万2000円とかするわけですから、そうやったらもうね部屋も一緒に、ね、借りちゃってみたいな、そんな感じで使うのがいいのかなっていうふうに思いましたね。次はチョコレートがディップされたやつ。うん、スムージーもちょっと いっちゃいましょう。いちごオレみたいなイメージしてたんですけど、そんなんじゃなくていちごです。ちゃんと使ってますね。普通に飲めばいいお値段するやつだと思います。コーヒーに関してはポットとかで来たから、ね、もっとアフタヌーンディーっぽくてよかったなって個人的には思いましたね。デカめのなんかコーヒーとか紅茶っていうのはないみたいですね。じゃあこれもタルト、はい、もう一口でいっちゃいましょう。そんなに甘くもなくちょうどいい感じです。紅茶と合いますね。こちらもいただきましょう。あ、これ食べれるみたいです。蝶々知らなかった。ちょっと甘い、そんなにでも甘くない。紅茶が進みますね。なんちゃらナップ、甘みがない方がいいかもしれないですね。こっちが甘いんで、うん、今日はたまたま娘もいちごからの服でした。ご機嫌そうです。いちごを食べれるのもうちょいね、娘は先だと思いますけど、もうラストですね。シュークリーム、いちごベースに、ね、いろいろあるんで、最後まで全然飽きたりとかないですね。もうあっという間に食べれちゃいましたね。2時間というので、まあ、お茶とかもね飲み放題ということなんで、ちょっとゆっくりしときたいと思います。美味しくいただきました。チェックアウトしようかと思います。素敵、素敵ですね。春とかなれば、冬でももちろんね寒がりの人でなければいいと思いますけど、お会計もいたしまして、ホテルはこんな空間となっております、うん、ああすごいな、決して、ね、大きくはないですけれども、すごい素敵な空間だとは思います。ありがとうございました。美味しくアフタヌーンティーいただくことができました。本当にアフタヌーンティー好きな方はですね、この季節に何個もですね、いろいろストロベリーフェアとかね行かれてる方もいらっしゃると思いますけども、ここのゼンティスいいですよ。値段はねちょっとお高めではあるんですけども、もしよかったらですね利用してみてはどうでしょうか。コーヒーとかですね食事っていうところでもですね使えると思いますので、穴場的な空間になってますので、ぜひね使ってみてください。娘は今はちょっと起きてるね、はい、たくさん食べたのでめっちゃ歩いてですね、もうちょっとこのカロリーを消化したいと思います。できたばかりのホテルということで、妻もですね写真映えも良くてとてもいい感じですというふうに言ってたので、よかったらですね足を運んでみてください。こんな感じで今回動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。